はい、どうも、セイリーです。KOF98 アルティメットマッチオンライン実況の方やっていきましょう。今回は、今月末8月31日に、オークションガチャとして登場するキャラクター、ミズチについて見ていこうと思ってます。いや、ついにね、登場しましたね、ミズチ。まあ、人形持ちのキャラクターとして来ているので、やっぱ3周年イベントにこうね、合わせてくるっていう3周年の時期に、合わせてくるぐらいの目玉キャラクターとなっているので、そちらの方をね、見ていきましょう。まずね、属性が技型になってます。 LR 技型で、闘志の方が、虚無の魂、まあ、いわば真空闘志とほとんど同じなんですけども、毎ターンこう開始時に怒りをどんどん回復していくっていう闘志なんで、まあ、この闘志も特殊な闘志ですね。で、宿命に関しましては、一番上はね、割と簡単ですよね。まあ、オロチさえ持っていれば、ほとんど誰でも開けれると思うんですが、で、2番目の宿命が難しい。バイス13とマチュア13がいるので、まあ、今後出てくるであろうキャラクターが2人もいるので、ちょっとね、難易度的には難しくなってます。で、一番下は、僕の場合、サイキ持ってないんですけども、まあ、どうでしょうかね。本能イオリとサイキ両方持ってる人って、そんなに多くはないと思うんですけど、まあ、でも再起持ってる人は大体本能より持ってますよね。なので、まあ、そんなに難しくはないのかな。僕の場合再起を、取りに行かなあかんなという感じですね。で、水地の能力に関しまして、まずこのパッシブの方からね、見ていきたいと思います。偽りの地球意志、まあ、パッシブね、ものすごい長いんですけども、まあ、長いっていうことはそれだけ効果がね、多いっていうことなんですが、まあ、人形キャラなんでちゃんとね、しっかりと見ていこうと思ってます。で、まず、登場時ダメージ増加率と、ダメージ減少率を増加、味方に 50% の効果を与える。いや、もうね、これこの3行でね、ものすごいやばいの分かりますかね。これつまりね、レベルによって変動する数値なんですよね。自身のダメージ増加率が 18% で、自身のダメージ減少率を 30% 増加させるっていうこの数値ですけど、レベルを上げていくごとにこの数値が上がりまして、で、さらにその 50% の効果を味方に与える。これがどれだけやばいかはもう分かるとは思うんですけど、つまりね、これ本当に味方に与えるっていうことなので、チーム全体の火力と防御力をね、高めるっていうことになります。で、もちろんこの能力に関しては、他の、例えば僕やったら本能を使ってるじゃないですか。で、本能にもそういうバフがあるんですけども、そのバフは重複はしないです。当然ですけどもね、それ重複してしまうとほんまにチートなんで、この水地が実装されてからは、この本能側のこの説明文に書いてるんですよね。味方に水地がいる場合は効果が無効となる、で、これ再起にも同じこと書いてるので、再起のこのパッシブの方にも、味方に水地がいると、前後バフですね、要は前後バフはかかりませんっていう効果が書いているので、この場合は水地のこのバフが優先されます。ただこの水地のこのバフがやっぱね、めちゃくちゃ強いと思ってて、で、さらにこれアテナとはね、重複可能なんですよね。だからアテナ使ってる人は本当にこの水地プラスアテナで、さらにこう味方チーム全体的に固くできるっていうことになります。で、毎ターン自身の HP、最大 HP の 12% を回復。なので、まあ、さっきでこれダメゲンすでに上げてるんですけども、さらにそこから HP までも回復するので、まあ、本当にやられにくいキャラになってると思います。で、ランダムで怒りが満タンではない味方1人に、怒りを100回復、まあ、これ入れてるだけで、味方がポンポンこう怒り回復していってくれるので、本当にチームを助けるようなキャラになってますね。で、登場時、味方に2人以上いる場合、毎ターン開始時に HP のパーセンテージが最も低い味方の HP を 10% 回復。なので、要はアリーナの戦いっていうことだと思うんですけど、まあ、アリーナというか1対1以外の戦いの場合は、味方も回復できますよということ。自身は 12% 回復するんですが、それ以外に、弱ってる味方もこう回復してあげるっていうね、なんか優しいキャラですよね。敵キャラなのに優しいっていうね、そんなキャラです。で、50% の確率で敵1人に沈黙効果を付与し1ターン継続。これさらって書いてますけど、さらっと書いてますけど、かなりえぐいっすよね。これ 50% で沈黙を毎ターン、無条件でこう与えていくので、
まあ本当にチートやとね思います。まあえげつないですよね。で、登場1ターン目にめまい麻痺凍結沈黙と怒り減少効果無視、要は先生取られてこう状態異常とかを、受けなくなるっていうことですね。まあ、ただ咳か困惑はここに記載されてないので受けるとは思うんですが、まあ、この書き方だとおそらく9問でそれも無効にねするとは思うんですが、9問空いてない状態だと、そうですね、この書いてる効果が無効にできるっていうことなので、この効果によって初ターン、状態異常受け付けないということになると、まあ、必殺もねもちろん打ちやすくなってくるので、まあ、防御面でも本当に優れてますね。で、まあ、ここまではだいたいね今までの LR でもだいたいこういう効果持ってるんですけど、まあ、ここからがね水内のえぐいところです。まずねクリティカルヒットされた場合と攻撃されて HP が 30% 未満になった場合、減少した HP の 30% 分を回復で、要はアッシュみたいなイメージなんですけど、こう殴られて死にかけると HP がこうポンってね回復するんですよ。でしかもその回復した際にクリティカル減少率を 10% でスキル発動率を 7% 増加します。でこれえぐいのが HP 回復以外は重ねがけ可能って書いてて、で戦闘終了まで継続って書いてるんですが、要はこのクリティカル減少率の 10% と、スキル発動率 7% がこうどんどんこう HP 回復するごとに、どんどんこう重複していくんですよね。だからこのクリティカルはほとんどもう受けなくなるし、でやっぱ水内自体はもう長期戦向きなキャラやと思ってるんで、まあ本当にだからターンが経てば経つほどこの効果が乗ってくるので、スキルももちろんこれで出やすくなってくるので、まあ本当にこれ強いと思います。しかも復活後、全ての回数がリセットされる。水内ってねこの、まあ後で説明するんですけども、必殺を打てば復活が確定するんですよ。で復活後このさっき言ったオートHP 回復、これがリセットされるのでまたこれ回復しよるんですよね。だから復活もありながらこのアッシュみたいなこう死にかけたら HP 回復するっていう効果があるので、まあせこいっすよね。ほんまにこのせこいキャラやと思ってるんですが、まあほんとそれぐらい防御面に関してはめちゃくちゃ強いなっていう印象です。でこれまで見てきた効果だけでもかなりぶっ飛んでるんですけど、いやまだまだあるんすよ。なんせ水内ですからね。3周年目玉キャラですからね、まだまだバフがあります。で、水内が場に登場した時に戦場にいる味方によっていろんな効果が付与されるんですよ。まあ、属性バフって呼ぶんですけど、その属性バフの効果がねすごい面白くて、まあ、これちょっと画像にまとめましたんで、そちらの方で見ていきます。はい、これがね水内の属性バフ効果をまとめた画像を作ったんですけども、水内をチームに入れた時に、水内以外の属性のねキャラクターの属性あるじゃないですか、まあ、攻撃型防御型技型ってあると思うんですが、そのキャラクターの属性に応じたバフを、水内本体がね得ることができます。で攻撃型が、吸収率 20% アップで、防御型が、クリ率 10% アップ、で技型が怒り回復速度 10% と、初期の怒りがね100アップします。でこれが、3体まで重複可能になってます。まあ、結構ややこしいと思うんですけど、僕のチームで説明をすると、僕はね水内以外に防御型を3体で攻撃型を1体で技型を1体ね使う予定なんですが、その場合は、防御型が3体なのでクリティカル率がね 10%×3、まあ、重複可能なんで、なのでクリティカル率が 30% アップします。で攻撃型が1人いるので、吸収率が 20% アップ、で技型が1人いるので怒り回復速度が 10% で、初期の怒りが100アップします。これが全部まとめて水内本体にこのバフが乗るんですよ。いやこの効果はねほんまに恐ろしいと思います。でこれチームによってねそのバフが変わってくるので、例えばですけど技型が3体いれば初期の怒りが300アップしますってことは先制に打てるんですよね。300アップしてるので初ターンにこう必殺をいきなり打てるっていうことになります。しかも怒り回復速度が 30% も上がるので怒り回転率もものすごいね速くなってくると思います。なのでこうどういうキャラクターを使ってるかによって、水内自身の能力がね大幅に変わってくるんですよね。例えば攻撃型が多いチームやったら、
まあ、吸収率がめちゃくちゃ高い水槌が完成したり、で技型やったらさっき言ったようにこうショターンに打てたりで、怒り回転がものすごい速い水槌ができたり、で僕の場合防御型が3体いるので、クリティカル率の高い水槌ができます。なので一概に水槌といってもこう戦ってるチームによってはその水槌の性能が違うので、まあ、そこは結構ね面白い効果かなって思ったりもしてます。いやまあ本当に僕バフをもりもりで、もうこれでもかっていうぐらいにバフを盛りまくってるんですけど、まだ終わらないんですよ。水槌といえばやっぱね陣形キャラじゃないですか。でその陣形の方をね見ていきたいと思います。で今回ね水槌に関してねただのリーダースキルじゃないんですよね。実は S リーダースキルって書いてて、これえぐないですか。つまりスーパーリーダースキル、本能いよりとか、再起のリーダースキルとかとは別なんですよね。もう水槌に関してはスーパーリーダースキルですよっていうのをこのテキストからもう表記されてるっていうね、すでに格付けされてるっていうような感じなんですが、でそのスーパーリーダースキルの発動条件が味方に攻撃型、防御型、技型、その格闘家がいれば発動します。でこれ水槌の技型自身は含まないので、水槌以外にこの格闘家を使うっていう条件なので、まあどうなんですかね、本能の同じ闘志3体とかよりは、やりやすいようにも思うんですが、うん、まあでもそのキャラがやっぱねその組んでるキャラによって変わるので、まあ、そこは何とも言えないんですけども、まあ、比較的発動はしやすいとは思ってます。でそのリーダースキルの効果が、味方全体の必殺技耐性を 30% でダメージ減少率を 15% 増加します。これ2ターンです。だから最初の2ターンはもうガチガチになりますよね。ダメージ減少率もパッシブで上げてるし、でこのリーダースキルの効果で必殺耐性も上げていくので、まあ本当にこのなんていうのかな、防御にちょっと特化してるっていうねイメージなんですけども、技型なんですがやっぱ防御寄りの能力が多いかなっていう印象ですね。でこのリーダースキルに関しては他の再起とか本能寄りとかとは重複ができません。例えばこの水槌を入れながら本能よりとかを使ってて、本能亀でやりたいわって言っても僕できないんですよ。それはこの水槌が優先になるので、なんせスーパーですからねスーパーリーダースキルですから、こっちの方が優先されて本能のリーダースキルは発動しません。まあ再起も同じです。で本当ねえげつないほどのパッシブを持っている水槌なんですが、そんな水槌ねスキルと必殺技はどうなってるのかというのをね見ていこうと思ってます。でまずこの必殺技の方から見ていきましょう。大きい神と書いて大宮と読むんですけども、大宮見ていきましょう。残りの HP が最も高い敵単体を攻撃、単体攻撃になってます。2ターンの間ダメージ増加率と、ダメージ減少率を 20% 増加で、攻撃される前のターゲットの HP に応じて自身の攻撃力と防御力を増加します。で HP が多いほどその増加量は高くなります。でターゲットの最大 HP の 8% の追加ダメージを与える。しかもこれは無効を無効します。でここからがね水槌の新しい能力というか水槌しか持ってない能力なんですが、20% 分の溶血効果をね、つけます。まあ、これちょっと後で説明しますね。でランダムで味方1人の通常状態以上と石化を打ち消します。で倒された場合、次の味方のターンに復活で HP を 30% 回復で、しかも怒りがマックスになる。で武器覚醒後は、全面的に数値がね数値とか効果が上昇します。でダメージ比率が、敵単体に 400% のダメージを与える。いやーやっぱこの必殺技もね相当ぶっ飛んでると思うんですけど、あのやっぱ水槌しか持ってないこのね新しい効果、溶血っていう効果がねありまして、でこれ何なのかと思って僕ねこの漢字を調べたんですよ。ほんならあのなんか赤血球を破壊するみたいなこう意味でつまりこう相手の内部から破壊していくっていう意味なんですけど、ほんとその意味の通り、あのこの効果がね敵の、最大 HP を減らすんですよね。でその減らす量が、与えたダメージの 20% 分を減らすってことなんですが、でこれね戦闘終了まで継続って書いてるじゃないですか。いやこれはものすごいエグいっすよ。まあ、火力こそねそんなに最初は出ないとは思うんですけど、ただその必殺を打つたびに、最大 HP の数値をどんどん減らしていくので、まあ、これたまらんすよね打たれてる方は。まあ、オズとかラルフって最大 HP ものすごい高いんですけども、それをこう減らされるってなるとさすがにこうガチガチになっても HP が少なかったら意味ないので、
で、これをこうどんどん打たれることによって、あの本当にこうなんていうのかな、どんどん削られていく。しかも最大 HP が削られるんで回復しようがないんですよね。まあ、そういう効果があるので、いやこれはほんまにねすごいこと考えるなって思ったんですけど、やっぱその溶血っていう効果が一番こうでかいかなって思います。で、あとはねやっぱ状態異常も打ち消したりするので、これ武器ない状態で、状態異常打ち消するので、これもやっぱ強いですよね。まあ、再起の武器あり状態と同じだと思うんですけど、武器なしで、状態異常も打ち消します。でえぐいのがやっぱね復活ですよね。この必殺を使うことによって、復活のバフがかかるんですけども、その復活がね確定なんですよね。で確定で復活するし、さらにその復活後は怒りがマックスになります。これはちょっとねパッシブでアッシュみたいなこうHP 回復もあるんですけど、さらにこの必殺を使うことによって復活も確定していくので、まあやっぱその防御面でやっぱりすごいなってね、この必殺技も、防御面を強化する能力になってます。はい、ではスキルの方を見ていきましょう。これ解除って書いて払えって読むんですけども、ややこしいんですけども、スキル払え、敵単体を攻撃で1ターンの間 40% の確率で、メインターゲットにめまい効果を付与。まあ 40% のめまい率高いですよね。で2ターンの間、メインターゲットの攻防力を 20% 減少、優秀なデバフも持ってて、さらに、溶血効果が付与されたことのある格闘家に 30% の追加ダメージを与える。でこれ無効化できないので、つまりこれは遠隔でもダメージが入るっていうことやと思います。まあ、無効化できないので本当にこのスキルでもねどんどんこう削っていけるっていう感じで、溶血効果の 50% 分あるいは自身の攻撃力の 80% 分のどっちかね高い方を、高い方を選択して自身の HP をね、回復します。でこのスキルを打つたびに HP も回復できるっていうことになってますね。で面白いのが、戦場にいる敵の半数以上が溶血効果が付与されたことのある場合、スキルがなんとね全体攻撃に変わります。これかつてなかったですよね今までこのスキルで全体を攻撃するキャラっていなかったと思うんですけど、まあやっぱね水地なんでぶっ飛んでますよね。溶血がこうどんどんこう多くなればなるほど、このスキルもね進化を発揮して全体攻撃になります。まあ本当にえげつないスキル。いやーまあね長々とこう解説したんですけど、まあ、本当にぶっ飛んでますねまあ思ってたよりもぶっ飛んでたっていうね、解説して僕もね初めてこう能力をちゃんと理解するんですけども、僕の思ってるよりかなりぶっ飛んでたっていうね、本当に恐ろしいキャラとなってます。まあ、当然ですけど僕は取ります、絶対に取ります。まあ、このキャラはね取らなかったら、まあ今後もちょっと、なんていうのかな、まあやっぱりって感じかなまあまあそんな感じのね印象のキャラです。ただ陣形キャラなんでね、やっぱり、まあ、本能よりが出た4ヶ月後に再起が出てるように、まあすぐにじゃないんですけども、まあ、年末あたりにねまた陣形キャラが来る可能性ってありますので、まあ、そのあたりは本当何とも言えないのであれなんですけども、まあ、僕はとりあえず、まあ、水地は結構見た目とかも好きなんでね、取っていこうと思ってます。はい、では今回ねこの時間もかなりこう伸びてしまったんで、まあ、本当ね解説動画ってすごい編集が時間かかるんですよねまあこんなこと言うてもあれなんですけども、まあとにかくこう時間がかかって、疲れたっていう感じですね。はい、では今回はこんな感じで終わります。動画気に入ってくれたらぜひチャンネル登録、よかったらツイッターやってますんで、フォローの方よろしくお願いします。ではご視聴の方ありがとうございました。